はい、皆さんこんにちは、マネルグルビッシュです。では今回は三国志14、ヤンとユリアンでイゼルロン要塞に立てこもる、続きをやっていきたいと思います。で、要塞の建設状況なんですけども、まずマップの左側ですね、勝敗の左側に関しては土塁と弓矢倉を、作ってですね、要塞化が、まあ、ほぼ完了したかなというところですね。で、敵の侵入経路は2つ用意してまして、まあ、どちらにしてもね、弓矢倉で敵をね、防ぐという作戦になります。で、マップの下側なんですけども、ここもね、弓矢倉建設してるんですけど、土塁で囲む、城塞化する余裕がちょっとまだなくてですね、弓矢倉の建設を進めているという状態です。で、マップの上側に関してはね、スカスカになってまして、ちょっとお金も人材も足りていないという状況なんですが、まあ、マップの上と下の炎章と、それぞれ、まあ、孫権ですね、に関しては、今のところ同盟があるので、今すぐね、危険にさらされているというわけではないので、まあ、安心かなと。で、左側に関してもね、実は炎章が曹操を徹底的に追い込んでいて、当面の危機はないかなと思うので、今回はね、着々と、要塞化、イゼルロン要塞の建設を進めていきたいと思います。では、時間を進めていきます。まずちょっと邪魔くさい敵が現れているので、まあ、賊ですね。ユリアンを出しましょう。3000の兵を出して、この賊を、なぎ払うというところからですね。では、時間を進めていきまーす。出立いたします。まずは要塞化してね、おそらく炎章が覇権を取ると思うので、その炎章とそして孫権としっかりね、潰して、このイゼルロン要塞で敵を迎え撃ちましょう。櫓の建設を進めつつ、補修もしておく必要があるな。ちょっと長軍を出しましょう。せっかく建てたのに壊されたのではたまらない。出陣するぞ。わけわかんないことしてくれてるわ。賊に奪われたところを炎章にさらに奪われるという意味不明。くっそ、やってくれるな。炎章も油断ならないな。ちょっとここは弓矢倉でも立てて、俺たちの場所だという主張だけはしときましょう。このまま取られたままというわけにもいかないですからね、将来的には。で、趙雲の方はしっかりと補修をしてもらいます。では参ります。どのタイミングで炎章と手を切るかですよね。
はい。ちょっと今回全然実況してないんですけども、イゼルロン要塞の建設がもうほぼほぼ、まあ理想に近づいてきたかなと思ってます。まあ、ちょっとね、シミュレーションしておくとですね、まず陳竜牧羊方面から炎章が攻めてきた場合ですね、ちょっと仮に病んで動かしますけど、まあこのルートで入ってくると思うんですね。で、その場合はですね、まあ、弓矢倉を30に用意しておいて、かつ、敵のね、進行ルートを、限定的にするためにですね、土塁を築いているので、一気に敵の大軍に囲まれるっていうことがないように、勝敗まで引き込んで、撃破できるという想定になっています。で、牧羊から攻めてきた場合も同じですね。20、30の弓矢倉、ここで敵を食い止めつつ、万が一侵入されたとしても、土塁でね、固めてあるので、大軍に一気に攻め込まれるっていうのを防いで、矢んはじめ少数精鋭でこれを叩くということをやっていきたいと思っています。で、一方、孫策が攻めてきた場合、呪春から攻めてきた場合はですね、同じくこれもね、矢倉と、そして土塁で囲んであるので、この隙間からね、攻め込んできた敵を撃破していくというのを想定しています。で、ちょっと心配なのが高陵なんですけど、高陵から来る場合ですね、海岸沿い、実は建設があまりできなくて、ちょっと防衛が手薄です。で、北海から炎章が攻めてきた場合、これもね、ちょっと建てられる建設エリアが少ないので、指矢倉が、まあ、単発で置いてあるだけなので撃破される可能性が高いと。まあ、ただ、しっかりとね、可否で、引き付けておいたら、まあ、ここもね、砦を築いてあるので、持久戦の末に撃破していこうかなというふうに思っています。なので、このままね、引きこもりを始めていきたいと思います。ここからは、まちまちまと、ですね、姿勢を上げていって、投石台、キュールハンマーをね、実装するように頑張っていきたいと思います。なので、まあ、ちょこちょことね、敵対勢力、まあ、孫権になるのか、炎章になるのか、あるいはその両方になるのかわからないんですけど、もう同盟の延長というのは基本的にこちらからはせず、向こうからね、同盟延長していきたいって言った場合には、飲みますけども、そういう意図がない場合は、イゼルローンでの引きこもりを始めていこうかなというふうに思っています。というわけで、じゃあ今回はね、ここまでにさせていただいて、次回から、同盟の延長はこっちからはもうしませんということでやっていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。